バルドラプトルの略奪者は白秋前期の獣脚類恐竜の属であり、現在では最も原始的なオルニトミモサウルス類の一種だと考えられている。化石はイングランドで発見されており、現在のところ中足骨の化石のみが知られている。1858年、リチャード・オーウェンは大英自然史博物館の収蔵品である3つの中足骨からなる一連の化石を、 大きさと質感に基づいて、草食恐竜の属ヒラエオサウルスに分類した。オーウェンは、この化石の胸像のリトグラフを作成した。その結果、実際には、左足のものであったにもかかわらず、長らく右足のものと思われてきた。1881年、ジョン・ハルクはこの標本がヒラエオサウルスのものではなく、肉食の獣脚類のものだとの認識を示した。 1888年、リチャード・ライデッカーはこの標本を、獣脚類の種メガロサウルス・ドゥンケリのものとした。しかし1889年、エム・ズンケリのものより、頑丈な作りであるとして、別の種に分け、メガラソリスオニーとした。種証名は応援に、懸命されたものである。ライデッカーは1858年の通販により、 右足のものであると思い違いをさせられた。またライデッカーはこの標本が4つの中足骨であるという誤った推測をし、この認識が1世紀以上にわたって踏襲されることとなった。ライデッカーは同じ総比都市から発見された足の骨の標本、BMNH2574、2661、2680、 やヘイスティングス近郊のホリントンクオリにある前期、ワドハースト類層で発掘された BM D、BMNHR604D、BMNHR1525 についても、この属のものとした。1923年、フリードリヒ・ヒホンヒューネは、この種をアルティスピナクスの一種であるとして、アルティペセンクスをニ位とした。年、ジジ・オルシェフスキーは、 この書を親族バレドラプターへと移し、タイプ種をメガラソリスオニーからバレドラプターオニーへと改名した。俗名は発見地、ウィールド総群にちなむ、ラテン語でウィールドのを意味するバルドスと略奪者を意味するラプターから派生している。ホロタイプ BMNHR2559 はウェストサセックスクックフィールドにある。 タンブリッジウェルズサンド類層のバランジュ脂の地層から発見された。損傷により上下の部分が欠損している。保存されている部分の長さは 215mm で、元の長さは 240mm ほどと推定される。この種はネオベナトルともエオティラヌスとも区別される。また疑問名の状態である。しかし、 ダレンナッシュは2007年、この標本が2つの固有派生形質を持つことを示した。第二、中足骨は中ほど外側が押し潰されていて、顕著な腹側側面の隆起を持つ。これらの特徴はこの属が有効な分類群であり、ネオベナトルやエオティラヌスとは異なるものであることを示すものである。オルシェフスキーはバルドラプトルはアロサウルス化に分類したが、2007年、 ナッシュはより一般的なテタヌラ類であるという以上には、正確に決定はできないとしている。バルドラプトルの系統は長らく不明であったが、アレーンラは2014年、バルドラプトル並びに、ウィールド地方で発見された、獣脚類の骨格の一群は、その形状や骨格の長さと幅の比率から、オルニトミモサウルス類の一種であると発表した。 これは同じく最古のオルニトミモサウルス類と考えられているヌクエバサウルスとほぼ同じ年代であり、バルドラプトルは現在発見されている中では最古のオルニトミモサウルス類だと思われる。なお、アレーンらは同論文においてバルドラプトルの俗名が1923年に旧名によって記載されたテココエルルスのジュニアシノニムである可能性を示唆しており、 今後の研究によっては、テココエルスと同族とされる可能性もある。ありがとうございます。